バスも一遍乗ってみてください。はい、続いてはこちらです。今大阪が受験者数全国1位を誇る習い事があるんです、うん、それはそろばん。年々減り続けていた全国の受験者数ですが、2005年を境に増加の一途をたどっています。そのわけは、記憶力はすごい上がります。数学だけでなく、いろんな教科に役立つと思います。ものを覚えるのが結構得意です。そろばんをすることによって前頭葉とか頭頂葉の働きが高まってきます。年とともに頭の働きが衰えるのを抑制したりとか、子どもたちにとっては記憶の機能を高めたりとか、そういった効果が期待できます。そんなそろばんの力が再び注目される中、なんと指をそろばんの玉に見立てて脳トレをする指計算まで登場。これであなたの脳も活性化ということで、今朝のマル得ジップはやらなきゃ損、あなたの脳をよみがえらせるかもしれないそろばんのパワーを徹底解剖。今日本記録を塗り替える生徒を次々と輩出する話題のそろばん教室があるんです。その驚くべき授業内容は、7167兆3087億1573万6043円です。はい、と答えたのが矢谷拓也くん12歳。7歳4ヶ月の時に当時最年少で暗算10段に合格しました。そしてこの矢谷くんの記録を塗り替えたのが、計帳3956634万6697円です。ごめんさん。はい、この女の子こそ去年史上最年少の7歳1ヶ月で暗算10段に合格した辻久保凛音ちゃん8歳。矢谷くんの記録を3ヶ月更新しました。一番暗算で好きなのは桁が多いやつとフラッシュ暗算。え、なんで楽しいから。凛音ちゃん大きくなったら何になりたいの？ケーキ屋さん。お金の計算すぐできるケーキ屋さんになるね。そうですね。しかし、なんでこんなスーパーキッズになったんでしょうか。凛音ちゃんのお母さんに。入会したきっかけは私が連れてきましたけど、始めてからはずっとここが遊び場ですよね。楽しくて、そろばんが点数上がっていくのも楽しいし、全部がここ来ると楽しい。そろばんを通してこの教室が目指していることとは。あの生徒たちがやってるのは、いかに早くやるか、いかに正確にやるかという訓練ですよね。世の中のどんな職業でも、仮に1時間でできることが5分でできたらものすごい得ですよね。数倍どころか数十倍の差ができたら絶対有利だと思うんですね。この教室では授業を始める前、集中力を高めるためにこんなことをやっているんです。なんと全員で論語を音読。意味わかる？いや、ちょっとさ、最近読み始めたのにちょっと意味わかりません。何ですか？理解していなくても大きな声で読み上げることで集中力アップにつながるとのこと。皆さんもわからんということですね。Starting with 43兆3921億1646万1821円です。ごめんさん。聞き取るだけでも大変ですよね。英語の読み上げ算、読み上げるスピードについていこうと子どもたちも必死です。今やそろばんは脳の力を最大限に引き出す学習法として見直され、復活の兆しを見せています。こうして大阪市の小学校では電子黒板も、そして兵庫県尼崎市では4年前から全ての小学校でそろばんが必修科目となりまして、全国初の計算教育特区として取り組み始めました。また
そろばんの生産日本一といいますと兵庫県小野市、はい、その小野市ではカラフルな玉や枠を自由に組み合わせて作るオリジナルそろばんも販売されて今大人気なんだそうです。そんな中大阪ではこんな教室も出てきましたよ。$150 $847 That's all. $3,116 ごめんさん。そうなんですよ。生徒さんはイギリスやアジア、アメリカなどの外国人の方。大阪珠算協会では毎週土曜日に無料で外国人向けのそろばん教室を開催し、はい、毎回大盛況だそうです。いいことですな。まあ、あの頭でもうちょっと早く、まあ、計算できたらそれ間違いなく、まあ、仕事に役を立ちますんで。習う前より集中力とか高くなりますね。この先世界的なソロバンブームが起きるかもしれませんね。なるほど。でなんとソロバンを持っていない方でも簡単にできる画期的なソロバン式脳トレーニングをここでご紹介いたします。開発したのは豊中市で珠算塾を開く川西先生。まあ、うちはそのソロバンで計算の力を上げるっていうことだけではなくって、まあ、子どもたちの脳の力を上げるっていうこと、イメージ力ですね、想像力を、まあ、そういったものが、訓練次第では上がるってことになりますね。よくうちでやるのはあのソロバン式の指計算。川西先生おすすめの指計算とは、皆さんよく聞いてくださいよ。はい。まずは5本の指をソロバンの玉に見立てます。親指が5の玉、人差し指から小指が1の玉です。つまり右手で1、2、3、4、親指が5、6、7、8、9、はい、覚えておいてください。この指を使って一桁の計算します。ではいきますよ、早速やってみましょう。1+2は人差し指で1、さらに2本の指を出して合わせて3。皆さんこんな指の形になってますか。はい、はい、では続いての問題に参りましょうか。4+3はまずは4、ここに3を足すの難しいんですね。そこで親指の5を足して2を取るとこれで3を足したことになるんです。ゆっくりでもいいですから頭を使うことが脳にいいんです。では最後に難しい問題、5+2-3。え、5+2、まず親指を立てて5、そこに2を足します。はい、ゆきのちゃん、その通り。難しいのは3を引くとき、親指の5を引いて2を足すとこれで3を引いたことになるんです、ね、結構頭使いますでしょ。できた。1日10分で脳の活性化が期待されます。皆さんも毎日続けてみてはいかがでしょうか。続いてこちらです。